はい、5秒前。4、3、2。占いとバッチの幸せコラボ。占い師片山信枝とバッチフラワーセラピストの藤森美和がお届けします。西洋占星術による2013年10月から2014年3月の太陽星座ごとの運勢と、さらに運気を上げる、もしくは不運を避けるためのバッチフラワーレメディをお送りいたします。でもどうして占星術で出した運気をバッチフラワーレメディでフォローできるんですか？はい、実はバッチフラワーレメディを完成させたバッチ博士は西洋占星術にも、かなり造詣の深い方でいらっしゃいました。38種類のレメディを発見するのに西洋占星術を参考にされた部分も相当あるみたいなんです。今回は各星座ごと2013年度下期の運気に対応させたレメディをご紹介いたします。ところでバッチフラワーレメディってどういうものになるんでしょうか？はい、バッチフラワーレメディとはイギリス生まれの伝統の植物療法のキットです。小さな茶色の小瓶に入ったエッセンスが全部で38種類。このエッセンスをスポイトの瓶から直接2滴飲むか、あるいは飲み物なのに垂らして飲むことで気持ちが楽になったり、ストレスがケアされてのびのびと過ごせるようになるんですよ。なるほどですね。それではこの後2013年度下半期の全体運をご紹介します。